独立。ギリシアの民は渇望していた。バルカンを支配せしオスマン帝国は、しかし西欧の近代化に遅れを取り、ナショナリズムの電波はギリシアの民を奮い立たせる。吸音節の方向は名張野の海に響き渡り、ギリシアはここに独立を勝ち取ったのだ。列強の思惑が入り乱れる中で、はあ、なんで僕がこんな地に。王子、あなたは選ばれたのですよ。どうせ英仏のが自分たちに都合のいい国家モデルを築きたいだけだろう。何をおっしゃいますか。あなたにはこの地を治めた総統のわしの誇り、東ローマ帝国の血が流れているのですぞ。さあ、今こそこの地に千年帝国を再興するのです。王子、いえ、陛下、改めてにはなりますが、現在のギリシアの状況をご報告いたします。頼む。かのオスマン帝国より独立を勝ち取った我らですが、その領土はペロポネス半島や中央ギリシア、エーゲ海沿岸の一部のみ。まだまだギリシアの民はオスマンの元にいるのか。彼らの解放も我らの務めですね。次に国内の状況です。 GDP60 万ポンド、人口94万人に対し識字率は 21%。国家規模こそ大国からは水をあけられていますが、国内経済は健全です。ふむ、しかしこのままではいけないんだろう。はい、何よりも産業を育む必要があります。そのためには生産設備の増築が欠かせませんが、健全な経済とはいえ大幅な余裕があるわけではありません。ここは課税を最大限に、消費税の対象も増やしましょう。いやいや、市民からの反感を買うんじゃ。やがて大国となるためには必要なのです。ご英断ください。わかった、許可しよう。限られた土地しかありませんので、法令の発布もいたしましょう。何よりも教育です。より高度な知識と技術を持つ人材を育成しましょう。大学の建設も考えたいな。問題は工業です。残念ながら我々の領土に石炭の鉱脈はありません。何、それではまともに製鉄できないではないか。当面は輸入に頼るしかない状況です。輸入にしろ制服にしろ、抜本的な対策は必要になります。続いて外交です。引き続きオスマン帝国は我らが敵、ライバルです。ここは世界にライバルであることを宣言するぞ。さすがです陛下、まだまだ国力差は歴然ですが、我々とギリシアの民なら必ずや覆すことでしょう。列強はギリシアの存在を重要視しています。彼らを味方につけることはたやすいでしょう。外交官を派遣しておきますね。うん、頼んだ。一方、西のヨニア諸島はイギリスの保護国となっておりますが、当然多くのギリシア人が在住しています。大英帝国の保護下にあるのか。陛下、これについては私に考えがあります。ヨニア諸島政府にも外交官を派遣し、関係を改善しておきましょう。任せよう。あとは技術研究ですね。列強から新たな技術の情報が伝わってはきますが、やはり自国での研究も欠かせません。しかし我らの技術レベルは決して高くはありません。まずは学術機関を研究し、大学の開校を目指しましょう。うむ、早くアテネに大学を建てたいな。最後に法整備ですが、私は戸様の君主だ。いくら東ローマ帝国王朝の血が流れているとはいえ、それだけでは納得は、むしろ反感を覚える者もいるかもしれない。ここは臣民たちの意見を聞き、民主的な国家運営を。何をおっしゃいますか。陛下は高貴なる血のお方、支配者としての地位を確約されているのです。さあ、宣誓政治を開始しましょう。我々にお任せください。見事臣民と有力者たちを説得してみせます。いかん、革命される。我々からは以上になります。特に問題がなければ早速仕事を始めますが、よろしいですか。最後だけすすごい不安だけど、いいだろう。一緒にこの国を良きものとしていこう。もちろんです陛下、我々の働きにご期待ください。ふう、我らが陛下にはもっと自信を持っていただきたいものだ。おっと、遅くなりましたが、皆さんブオンジョールの。ブオナセイラ。私たちは今1836年のギリシアを訪れています。目的はもちろんギリシア王国の飛躍、そしてビザンツ帝国の再興です。列強から任じられた形とはいえ、おっと王子、いえ、オソン一世陛下はバイエルン家の次男、イシュトバーン五世を縁祖とするバイエルン王家は、コムネノスケとラスカリスケの血を引いているよ。列強もそれを利用したわけですね。若く活力に溢れている陛下、敬虔なカトリック教徒である点が悪い影響を与えないといいんだけど。しかし、血統だけで政治ができる時代は終わろうとしているのでは。そこで私たちの出番、陛下やそのご子孫が立派な帝国を築けるよう、陰になり日向になりサポートしていこう。そう、帝国をね。そうは言ってもポップたちも生きています。当然円滑な国家運営には相応の根回しも必要になりますよ。大丈夫大丈夫、今回も軍部の支援があるし、法案は可決できるさ。先制政治の法制定は早くも検討フェーズへと推移。よしよし、議会は滞りなく進んでるね。法案には何も問題
題ないからそのまま承認まで通してくれないかね。まあまあ、体裁を保つことも政治には必要なのだよ。利用できそうな先導者は、そう都合よくはいかないか。残念ながらこの世界ではダイレクトに賄賂を送れませんが、その代わりの裏工作はきっちり抜かりなく。もちろん陛下には内密に検討フェーズも難なく突破。これなら問題なさそうですね。議会はこれでよしとして、次は産業ですね。建設局も一棟建てたし、まずは鉄鉱山の開発と工具工房を建設してもらおう。鉄骨方式への変更は時期尚早かな。建築素材が足りませんね。変更すると大赤字になっちゃいます。材料を輸入しても限度があるからな。1838年1月、先制政治法が承認。今後ギリシア王国では、陛下や我々が支配的に統治していくことに。独立直後に先制政治とは、ギリシア人の反発をもろに食らいそう。なんとか民心をつかまねば。利益団体から提案書が提出されていますよ。どれどれ、国家警備の制定か。国内治安を保つことが臣民を守り、陛下の支持につながるかもしれないね。安定した経済基盤を築く上でも重要です。よし、早速国家警備の制定に着手してもらおう。同年11月、学術機関の研究が完了。これで大学が建設できますね。何、大学建設の準備ができたのか。はい、いつでも着工可能です。よしよし、善は急げだ。後世に残るような立派な大学を建ててくれよう。仰せのままに。こうして建設されることとなる汚村大学、学術研究を促すためか、汚村一世の権威を示すためか、現在ではアテネ大学と名称を変え、東地中海で最も歴史ある大学として愛されている。大学構内、いずれかのエンタシスには、アテネでは見かけない漢字が刻まれており、ギリシア史研究における大きな謎の一つとして、現在でも注目されている、らしい。さて、大学はゆるゆると増やしていくとして、1839年4月、国家警備が制定。これで国内の治安維持も多少は改善されますか。状況によっては軍事力を行使することも厭わぬ。これを口実に陸軍を拡充するのだ。まだビビたるものだけどね。ふーむ、しかしオスマン帝国をどうやって崩していくか。オーストリア帝国やロシア帝国に保護を求めてみては。彼らなら保護国として守護してくれそうですが。せっかく独立したのに列強にいいようにされるのは嫌だな。オスマンが急に侵攻してくることもないだろうし、しばらくは内政に専念。あれ、大砲も不足してるのか。2ユニットではさすがに足りませんね。いつでも臨戦態勢に入れるように武器工場も建設しておこうか。着工まで当分かかりますよ。忘れちゃうから急に突っ込んでおいて。さてはマネジメントに向いていないな。行政や建築でいっぱい使うから製紙工場も増設増設。馬力が用いられ出しているとはいえ、まだまだ紙も貴重な素材ですね。1841年10月、ギリシアにもロマン主義の波が到来。英仏ではそろそろ下火になっていそうですが。なんの、今から文芸サロンを築くんだ。経済システムやシバーオフ国がアンロックされたけど、産業禁止か。ある意味この世界を全否定していますね。地主や農民の声が大きくなるのはちょっと怖いけど、ギリシアでは農本主義の導入を目指そう。いずれのポップにしろ、投資プールを利用できないと建設の加速は厳しいですからね。とはいえ法制定まで時間もかかる。建設力も低いし、しばらくは身動きが取れないかな。植民は技術がまだないんでしたね。アフリカ分割には参入したいけど間に合うかな。あと今できることは、大変です。あれはまさか、オスマン帝国がエジプトへ州の返還を求めています。第二次エジプトオスマン戦争来た。何、オスマン帝国が動いただと。はい、奴らは先の戦争での敗北を認めていないようです。ムハンマド・アリーに奪われた領土を一気呵成に奪還するつもりです。あの男がタダで受け入れるとはとても思えんな。して列強の様子は。いずれも静観の構えです。エールあたりは介入すると踏んでいたが。陛下よろしいでしょうか。なんだ、ここは我々も仕掛けましょう。なあ、デッサリアの返還を要求するのです。バカな、軍事力は雲泥の差だぞ。もちろん1対1では勝ち目がありません。しかし外交官からはこのような伝承を預かっております。そういうものは最初に私に見せるのでは。これはハプスブルク家の印字。はい、かのオーストリア帝国にはバルカンの統治について不安があるとのことです。いわくバラキア公国の総主権を異常せしめれば、帰国のテッサリア自治を公に認め、かの帝国打倒を共に成し遂げんと。ハプスブルク家の力があればオスマン帝国といえども。オスマン帝国はアナトリアからそうやすやすと陸軍を動かせません。何せ相手はあのエジプト総督なのです。手薄になったバルカン半島、そしてコンスタンティノープルを落とすなら今しかないと。はい、ハプスブルク家の助力があれば必ずや成功いたしましょう。陛下ご命令よ。確かにあの帝都奪還は私の我が地の使命なのかもしれん。外交官に伝えろ、我らギリシア王国は
ツマン帝国への周辺艦を求めると、おうおう、ギリシア動く。その知らせは欧州を駆け巡る英仏ロの三国は考えてもいなかったのだろう。飼い犬とみなしていた若き君主が旗を掲げることを、イギリスは牽制し、フランスは非難し、ロシアは歓喜する。オーストリア軍動きました。よし、我々も進軍せよ。急ぎコンスタンティノープルへ。エジプト軍も戦況を優位に進めています。かつての大帝国も今は昔か。フランスの介入により厳しい戦いを強いられるかと危惧しましたが、どうやら気流に終わりそうですね。奴らは威圧目的のようです。いや、そうもいかないようだ。あれはトリコロール、チ・グランダルメの亡霊ね。いけません、戦線を分断されます。すでにコンスタンティノープルは陥落している。オスマンが根を上げるまで耐えきれん。フランス軍はまさに圧倒的。サシモのオーストリアといえど戦線の維持すら困難なほどであった。それがギリシアともなればなおさらである。しかしオスマンの戦況はさらに悲惨、地獄と化していた。コンスタンティノープルに敵軍接近。く、だがフランス軍は遅かったようだ。ああ、一度崩壊した戦意を立て直すのは容易なことではない。オスマン帝国より使いの者が来ましたね。1844年5月、南北から攻撃を受ける形となったオスマン帝国はついに降伏。テッサリアの返還とキプロスの解放、そして多額の戦争賠償金の支払いを受諾。かつて欧州を侵犯したデブレティアリーエは今はただ滅亡への道を行くのみであった。陛下、フランスとの白紙和平もなされました。勝ったのだな、我々は。はい、陛下、ギリシアの民も白紙喝采で出迎えることでしょう。しかし、同胞たちの多くは未だオスマン帝国の支配下にあります。待っているのです、陛下の救いの手を。もちろんだ、彼ら、彼女らをこのギリシアに迎え入れる。メガリーデをなさねばならぬのだ。